田中くんには本日でうちの事務所を辞めてもらうから、明日からはもう来なくていいよ。社会人の俺、田中優斗は今まさに職を失うところだった。社長から首宣告を受けたからだ。君は前の社長のお気に入りだったからね。対抗する派閥の筆頭だった私としては、そんな人間をいつまでもこの会社に置いておくわけにはいかない。辞めさせるとなると、いろいろと不都合があるからね。依頼退職という形で頼むよ。くっ。俺はアイドル事務所のマネージャーとして担当アイドルのマネジメントをしていた。一生懸命に夢を追いかけるアイドルたちを売りに出すために昼夜を問わずに働いた。そのおかげで何人もの人気アイドルを世に送り出せた。順調そのものだった。あの時までは。前社長が体調を崩して副社長が社長の椅子についてからは一気に風向きが変わった。前社長が可愛がっていた社員たちを一斉に追い出し始めたのだ。その矛先は俺にも向き、担当アイドルを全て担当外されてしまった。最近は社内ニートと化していたが、とうとう首を告げられてしまった。クビになった俺が机の荷物をまとめていた時だった。田中さん、クビになったって本当ですか？つかさ、もしかして盗み聞きしてたのか？残念だけど、本当だ。俺は明日からこの事務所の人間じゃない。彼女、ヒイラギ司は、俺が初めて担当したアイドルだった。抜けてるところがあるけど、誰よりも一生懸命な彼女と二人三脚でがむしゃらに頑張った。その結果、今や彼女は押しも押されぬ人気アイドルに、俺としても一番思い入れのあるアイドルだった。そんな、今の私があるのは全部田中さんのおかげです。私だけじゃありません。うちの事務所の売れていったアイドルの子たちはみんな田中さんのお世話になってます。担当が変わってからもいつも相談に乗ってもらっていたのに、いなくなってしまうなんて。事務所を離れたとしても俺は司のことを応援してる。だから今まで通り頑張って。私決めました。田中さんが辞めるなら私も事務所を辞めます。そうか。で、司、お前何言い出してるんだよ。優秀な田中さんを理不尽にクビにするような事務所なんて私は信用できません。信頼関係がないのにお仕事なんてできっこないです。それなら私は田中さんと一緒に頑張りたいです。そう言われてもだな。つかさ、お前は自分が何を言ってるのか分かってるのか？社長、この事務所を辞めればお前は芸能界での後ろ盾を失う。何よりこれまで育ててやった恩義を忘れたのか？私がお世話になったのは前社長や田中さんにです。あなたはずっと裏で汚いことをしていただけじゃないですか。お前も私に逆らうつもりか？いいだろう、クビにしてやる。だが事務所を離れたお前はもう二度と表舞台には立てない。俺の全権力を使ってでもこの世界から干してやるから覚悟しておけ。望むところです。私は負けませんから。と威勢よく啖呵を切ったはいいものの、うわ、どうしましょう、私干されちゃいます。お前な、昔から向こう水で突っ走りすぎなんだよ。そういうところは人気アイドルになっても全然変わらないな。だってだって、社長が変わってから田中さんが理不尽な目に遭わされるのをずっと見てきて、何にもできない自分が嫌だったんです。まったく、しょうがないやつだな。誰かのことを心から思うことができる、そういうところも変わっていない。こうなったら仕方ない、一から頑張るとするか。とりあえずは個人事務所の設立だな。はい、また田中さんと一緒に頑張れるのは嬉しいです。私たちならきっと順調ですって。しかし、そううまくことは進まなかった。レギュラー番組は今期で卒業ですか？そうですか、わかりました。事務所を移ってから元々あったレギュラー番組を次々降板させられた。聞いた話だと前の事務所の根回しがあったらしい。まさか7本もあったレギュラー番組が全部なくなってしまうとは。大丈夫ですよ。時間が空いた分いろいろなことにチャレンジできます。そうだな、今はテレビだけじゃなくてネットもあるし、活動の幅が広がるのはいいことだよな。とは言ったものの、司はつまらない大人の事情のせいでくすぶっていていいアイドルじゃない。もっと大きく羽ばたくことができるんだ。彼女が今の状況になってるのは元はといえば俺のせいだ。どうにかしないとな。お願いします、うちの司を使ってください。司ちゃんを使おうとすると前の事務所の社長さんが怒るからな。あそこのアイドル全員に NG 出されるとうちの局は困るんだよな。そこをなんとか。じゃあうちの番組に出なよ。あ、坂上プロデューサー、お久しぶりです。うちの番組っていうのは？最近新しい番組を立ち上げてさ、イッテブイって知ってる？あの世界各地をロケする毎週高視聴率のお化け番組ですか？そうそう、司ちゃんのキャラにも合うと思うんだよね。
それはありがたいですけど、いいんですか？ああ、忖度的なことは、そんなの気にしなくていいよ。番組を面白くする方が大事だ。それに、君と司ちゃんが頑張ってるの。人気アイドルになる前から俺はディレクターとして見てきたから。才能があって頑張ってる奴が報われる世界であって叱るべきだろ。おい、一体どうなってるんだ？あんたのところの番組に司が出てるじゃないか。別にいいでしょう。視聴者からも好評みたいですよ。それにホスみたいな真似をすると今は法に引っかかりますよ。くっ、何が法律だ。この業界は義理人情で成り立ってるんだ。筋も通さずにうちの事務所を辞めたやつは干さないと示しがつかん。うちのタレントは全て司のやつとは共演 NG と伝えろ。前の事務所で同じだった司ちゃんとまた共演できて嬉しいわ。私も麗華さんと一緒になれて嬉しいです。で、出てるじゃないか。うちのアイドルと司が思いっきり共演してるじゃないか。おい、今すぐ麗華を呼んでこい。麗華、司とは共演するなと言ってあっただろう。どういうつもりか説明してもらおうか。社長、私もこの事務所辞めます。そうか、この事務所の、で、は？司ちゃんと共演した時に彼女がすごく輝いているのを見て羨ましくなったんです。私も彼女たちと一緒に頑張りたいと。それにもともと私は田中さんに育ててもらいましたから、この事務所を辞めて向こうの事務所に入ることにします。ちなみに彼女たちも辞めるそうです。今残ってるマネージャーさんは全員キャバクラに行ってばかりで私たちを見ようとしてくれないし、田中さんにもう一度担当してもらいたいんです。お前ら何を勝手なこと。田中さん、お疲れ様でした。収録見てくれましたか？あ、楽屋で見てたよ。今日も大盛り上がりだったな。おかげでこのところバラエティ番組からのオファーがすごく来てるんだよ。けどもうすぐ武道館ライブも控えてるからな。アイドルとしての大舞台だ。気合を入れていこう。はい、事務所に仲間も増えましたし、毎日楽しいです。そう、俺たちが立ち上げた個人事務所には新しい仲間が増えた。前の事務所で担当していたアイドルたちが続々と押し寄せてきたのだ。どうしても担当してほしいという彼女たちの頼みに応えて受け入れた。おかげで個人事務所なのにかなりの力がついた。一方、元の事務所は有名アイドルが軒並み抜けたことで大きく戦力を落とした。力を失ったことにより今の社長は週刊誌によってこれまでの悪行を白日のもとにさらされた。風の噂によるともう二度とこの世界には戻ってこられないみたいだ。この事務所に来てから私の毎日はキラキラと輝いているわ。田中さんがいるから私たちは全力で頑張れるんです。これからもよろしくお願いしますね。みんなありがとう。でもまさかこんなに早く武道館ライブができるなんて、私がずっと叶えたかった夢の一つが叶うのはとっても嬉しいです。司の夢が叶うのは俺の夢でもあるから嬉しいよ。ちなみに他にも夢があるのか？はい、それは素敵なお嫁さんになることです。好きな人と幸せな家庭を築いていけたらなって。でもこれは引退した後の話ですけど。まあ確かに今はそれどころじゃないからな。田中さんは自分の夢はあるんですか？俺はそうだな、司みたいに夢を持ったアイドルをこれからも支えていきたい。事務所の社長としてみんなの夢を叶えるのが夢だな。田中さんらしいですね。だったら私は引退した後そんな田中さんをそばで支えたいです。今まで支えてもらった分恩返しがしたいなって。できたら奥さんとして。そう冗談めかして微笑みかけてきた司はどんなステージの上よりも魅力的だった。俺の名前は田中優斗。トレードマークは前髪と眼鏡。得意科目は数学と物理。はあ、眠い。遅くまでさくらとゲームしすぎた。妹のさくらとしか会話しない日も珍しくない陰キャ高校生だ。強いて言えばクラスのお調子者高橋と少し話すくらいだ。さっきどこかへ行ったみたいだけど。おい、速報速報。桃園桃香に好きなやつができたってよ。なんだって、あの桃園。桃園桃香といえば学校の三大美女の一人。その色恋沙汰となれば校内の大ニュースだ。誰？ねえ教えてよ。やめてってば、みんな大げさなんだから。この反応はガチなやつ。ギャン。誰だ、誰なんだ。というわけで桃園さん、気になる相手についてお話をぜひ。え、ちなみに俺だったりはしないですね。ですよね。先週の土曜日キャラマンモールまで買い物に行ったんだけど。土曜にキャラマンモール？お姉ちゃんまだ並んでるのか。戻ってくるまで暇だな。君一人？暇してる感じ。すみません、人を待ってるので。そんなのほっといて俺らと遊ぼうぜ。大丈夫大丈夫、絶対楽しいからさ。はい、車にご案内。そんな。ガス
足につかまれて振りほどけない。どうしよう。ごめん、待った。えっとその人たちは？あずさの知り合い？見て、あの人すごいイケメン。すごい、芸能人？モデルかな？あずさ？そっか、顔見知りのふりをしてくれてるんだ。うん、そこで会った人。それにしては慣れ慣れしいんじゃないかな。チェ、彼氏持ちかよ、すかした顔しやがって。男を顔で選ぶ女にろくなのはいねえ。俺のことはどう言っていただいても結構ですが、彼女まで侮辱するからには相応の覚悟があるんでしょうね。はあ、カッコつけてんじゃねえぞ。こら、そこで何をしてる。やべ、逃げるぞ。ああ、緊張した。ドキドキしっぱなしでしたよ。あんなに堂々としてたのに。がむしゃらだっただけですよ。あんなのに絡まれて怖かったでしょ。はい、助けてくださりありがとうございます。じゃあ俺はこの辺で。妹を待たせてるもんで。そうだ、お礼したいので連絡先を。いいんですよ、嫌なことは忘れて残りの休日を楽しんでください。では。あ、待って。ももか、ごめん。待った？あ、お姉ちゃん、今この人が助けてくれて。この人？誰のこと？あれ、もういなくなってる。よくわかんないけど、あんた顔真っ赤よ。え、何それ、漫画の主人公じゃん。かっこよくて勇敢でユーモアもあって、本当に王子様みたいな人だったな。また真っ赤になってるよ。やめてよ。想像以上だったわ。なんだその完璧超人、勝ち目がなさすぎる。俺たちには到底かなわないタイプの男だぜ、言うと。そうだな。あはは、やばい、どうしよう。今の話、俺じゃん。今の外見からは想像もつかないだろうが、休日だけは妹のさくらがファッションにあれこれ口出ししてくるのだ。眉をこうして、はい、できた。ここまでしなくていいんだけどな。これが休日の俺、まるで別人みたいだと自分でも思う。桃園桃香が俺と気づかなかったのも無理はない。個人情報だからと思ってわざと間違えた名前で呼んだだけだし、ドキドキしてたのは久々に他人と話したからだし、それが王子様だと。そうかそうか、言うともショックか。どうせ俺らはイケメンには勝てない運命さ。いや、そういうわけじゃ。しかし俺たちには天使さんこと綾里彩香がいる。え、彩香先輩にもついに好きな人が？恥ずかしいから大きい声で言わないでください。本当なんだ。何？三大美女の二人目、綾里彩香。清楚な外見と優しい物腰で天使さんなんて呼ばれているらしい。彼女にも浮いた話とは、恋愛ブームなのか？実は日曜に中央駅の近くで素敵な方と出会いまして。日曜に中央駅？また俺と被ってる。いやいや、俺は綾里彩香とは会ってない。偶然だ偶然。いえ、出会ったというのも違うかもしれません。え？実は。いけない、予備校に遅れちゃう。あら、よいしょよいしょ。大変そう、手伝いたいけど時間が。ううん、人助け優先。あの、お手伝いしてもいいですか？あら、ありがとね。いえ、ちょうど暇でしたから、これ運んじゃいますね。助かるわ。先は越されちゃったけど、時間のある親切な人がいてよかったと思ってたんです。でも違いました。その後、予備校で授業を受けていた時です。ねえ、ここに X の値を代入して。あら、まあお兄ちゃんが遅刻するからギリギリじゃない。ごめんごめん、ちょっと道を間違えちゃって。あの人、暇なんかじゃなかったんだ。なのに躊躇なく人助けしてたのね。私は一瞬迷ったのに、立派な人だと思いました。しかもそれだけじゃなかったんです。またあの人、本当に困っている人を放っておけないんですね。はい、風船取れたよ。ありがとうお兄ちゃん、私の彼氏にしてあげる。嬉しいよ。なんて純粋な笑顔。名前も知らない人だけど、優しくて親切で、何より笑顔が素敵で。だからこれは尊敬の気持ちであって、恋愛とかじゃ。いやいや、顔に出てますって。彩香先輩かわいい。勝てねえ勝てねえよ、そんな爽やかイケメン。なあ、言うと。そうだな。なんてこった。今のも俺だ。まさか見られていたとは。ああ、なんてこった。
さくらは凝り性で、土曜と日曜で俺のコーデも変えたがる。優しそうな爽やか系もいけるね。ゆりかごから墓場まで持てるよきっと。それそういう風に使うフレーズじゃないと思うぞ。じゃ私は用事あるから先に出るね。後で待ち合わせ。はいはい。こうして俺は桃園桃香と会った時とはまた別の格好で出かけて、綾里綾香に目撃されたというわけだ。まだだ、まだ三大美女最後の一人赤崎マキナがいる。俺は諦めねえぞ。おい待て高橋、どこへ行く。赤崎マキナに脈がないか探りに行く。彼氏を欲しがってるか確認だ。正気か。あん、すみませんでした。そうなるよな。赤崎マキナといえばこの一帯で知らない者のいない武闘派の不良女子だ。凛とした美人とあって男子の間では密かに人気が高いらしい。でもほら、俺って結構情報通だし、顔も悪くはないし、彼女は大事にするタイプっていうか。私は弱い男には興味ね。私と付き合いたいならまず私より強くなってから出直しな。それじゃあ付き合える男なんてまずいないんじゃ。私もそう思ってたよ、この前までね。まさか。出会っちまったんだよ、本物の男とな。またかよ。そいつと出会ったのは夏休みだ。その日私は河川敷で仲間とだべってた。夏休み河川敷。あー、これってもしかして。いつもの場所、いつもの仲間。でもその日はちょっと違ってた。おう、何の用だ。ここが私らの島だと知ってきたのかい。妹が世話になったと聞いたんだが。妹？もしかして昼に私にジュースぶっかけたやつか。それは悪かったと思ってる。事故で悪気はなかったんだ。ふん、だったら何なんだよ。その時に妹から取り上げたポーチを返してくれ。ばあちゃんにもらった大事なものなんだ。嫌だと言ったら。返してくれるまで帰らない。だったら力ずくで取り返してみな。できるもんならな。ほどほどにしとけよ。おいおい、何分だったと思ってんだ。なんだよこいつ。もうずっと殴られてんのに膝もつかない。服のクリーニング代は出すし、もう着れないなら弁償する。妹のポーチを返してくれ。不甲斐ねえぞお前ら。こうやんだよ。な、そんな、マキナさんの右ストレートを正面から。マキナさん、この通りだ。妹が粗相したのは本当に悪かった。だから頼む。もういい、私の負けだ。持っていけ。ありがとう、これで妹を泣かせずに済むよ。うるさい。あんな男は初めてだった。あれが本物の強さだ。あいつを見ちまったら他の男なんて。ユド、俺ちょっと感動してる。いい男じゃねえか。嫌な予感はしていたが、これも俺だ。夏休み、学校という枷がなくなったのをいいことに羽目を外したのだ、妹のさくらが。さて今年は金髪ヤンキー風オラオラ系で行ってみよう。金髪はさすがに。ゲームに負けたら何でも言うこと聞くって言ったよね。ぐぬぬ。こうして俺は見た目だけヤンキーになり、あとはさっき聞いた通りだ。どうしよう、校内三大美女が惚れてる相手が全員俺ってこと。バレたら大変なことになるぞ。あ、お兄ちゃん聞いた？桃香さんと彩香さんがどっちもお兄ちゃんのこと好きなんだって。しかも噂ではマキナさんも。最悪のタイミングで来たな、さくら。おい、どういうことだ一年。さくら、ごまかしてくれ、ややこしいことになるから。はい、全部話します。しまった、夏休みの一件でマキナさんに逆らえない体になってる。こうして全ては校内に知れ渡ることになった。まさか田中くんがあの王子様なんて。どうも先日は初めまして。びっくり。その妹さんには本当に怖い思いをさせてすまなかったと。いえ、私がジュースぶっかけたのが悪いんですから。詫びにカフェで好きなだけ食わせてやるから。一生ついていきますお姉様。あ、外堀から埋めるなんてずるい。じゃあ代わりに田中くんは私と。ダメ、デートなら私が先。出会ったのは私が土曜、彩香は日曜でしょ。出会った順番なんて関係ありません。こういうのはその熱意の問題です。私だって好きだもん。
なんだこの最強ハーレム。くそ、ユウとは仲間だと思ってたのに。高橋、どうすればいいと思う？そりゃ一人一人対応するしかないんじゃね。ただただ下手打ったら3人はもちろんファンが黙ってないぞ。田中くん、今度の日曜空いてる？人間としてあなたを尊敬してます。よければ私と。先に私と決着をつけろ。負けたら何でもしてやる。何でもだ。順番にね。静かだった俺の高校生活はどうやら波乱に満ちたものになりそうだ。俺、田中優斗は冴えない普通の高校生だ。友達は少なく彼女もいない。そんな俺の人生を変えたのは一人の女性との出会いだった。学校の帰り道、目の前を歩く女性と赤信号だというのにスピードを緩める気配のないトラックが目に入った。女性は考え事でもしているのかトラックに気づいてはいないようだった。おいおい、マジかよ。気づいた時には俺の体は動いていて、とっさに女性の元へ駆ける。危ない。え？危ねえ。危うく異世界転生するところだった。大丈夫ですか？怪我はありませんか？はい、ありがとうございます。すみません、すぐにどきますね。気にしなくていいのに。改めてありがとうね。ちょっとぼーっとしちゃってて。私は笹川奈々子。おかげで助かったわ。俺は田中優斗です。優斗くんね。今からちょっと時間あるかしら？美味しいケーキがあるの。お礼がしたいし、よかったらうちに来ない？え、あ、いや、でも悪いですよ。このまま何もお礼をせずにいるのは私の気が収まらないもの。それにたくさん買いすぎちゃったから、食べるの手伝ってくれると助かるわ。はあ、そういうことなら。こうして俺は奈々子さんの家に招かれることとなった。お邪魔します。いらっしゃい。自分の家だと思ってくつろいでね。俺は今とても緊張している。だって女の人の家とか初めてだし、こんな綺麗な人だったらなおさらどうしていいかわからないし。あら、ショートケーキは好きじゃない？もしかして甘いもの苦手だったとか？いえ、食べます。いただきます。最初こそ緊張でガチガチだったが、何を話しても優しく笑ってくれる奈々子さんのおかげで、それもだんだんとほぐれてきた。あれ、奈々子さん漫画とか読むんですか？ええ、昔からの趣味で、最近はデザイアブラッドにハマってるの。デザイアブラッド、奈々子さんも好きなんですか？めちゃくちゃ面白いですよね。最新刊の話とかすっごく感動しました。そうよね、わかるわ。王道だけどヒロインのために覚悟を決めた主人公くん、かっこよかったわよね。ですです。あとあと、9巻のお話もお気に入りなの。あまり話題には上がらないけど、彼の優しさがよくわかるいいシーンだと思うわ。うわ、確かに。帰ったら読み返してみようかな。けど奈々子さんも漫画とか読むんですね。なんだか意外でした。そうかしら。はい、クラシックでも聞きながら紅茶とかたしなんでるイメージだったので。あらあら、嬉しいけどそんなに上品じゃないわよ。むしろスナック菓子とかコーラとか大好き。ただいまって、誰かお客さんがいるの？田中くん。笹川さんがどうして？どうしても何も、ここ私の家だし。彼女、笹川彩香はクラスの高嶺の花である。学年一の美少女と名高く、成績優秀、品行方正で教師からの評判もいいと聞く。田中くん、お母さんと何してるの？知り合いだったの？は？お母さん？奈々子さんって子供いたんですか？てっきり20代くらいかと。嬉しいこと言ってくれるわね。でも正真正銘、私が彩香ちゃんのママよ。あの、俺勝手に家に上がっちゃってよかったんですか？その旦那さんとか。夫は数年前にお星様になっちゃったから。あ、気は使わなくていいのよ。私も彩香もとっくに吹っ切れてるから。いつまでも落ち込んでたら心配して化けて出てきちゃうかもしれないしね。その後、奈々子さんは俺と出会った経緯を彩香さんに語って聞かせた。でね、危うく車に轢かれるところだった私を、颯爽と現れた優斗くんがぎゅーっと引き寄せてくれたの。あの時の優斗くん、すごくかっこよかったわ。ところどころ誇張されてませんかね。
そんなことないわ。もう王子様かと思っちゃった。嬉しいですけど、大げさですよ。田中くん、お母さんを助けてくれて本当にありがとうね。よかったら私からもお礼をさせてくれないかな。いいよいいよ、お礼ならほら美味しいケーキをいただいたし。ダメ、私のお母さんの命とケーキ1個じゃ釣り合いませんね、お母さん。そうね、せめてホールケーキくらいじゃないと。それあんま変わらないような。もうお母さん、つまらない冗談言わないの。とにかくお礼は絶対するからね、覚悟しててよね。それからというもの、笹川さんとは学校でも話せるようになった。でね、お母さん田中くんの話ばかりするの。次はいつ遊びに来るんだってまたお邪魔してもいいのかな。もちろん、田中くんなら大歓迎だよ。お母さん喜ぶし、私もその嬉しいし。そっか、ありがとう。うん、いつでもいいから。なんなら今日も空いてるし。お母さん、ありがとね。ん？何のこと？田中くんをうちに連れてきてくれたこと、私に仲良くなるきっかけをくれたんだよね。実はずっと前から田中くんのことが好きだ。しかし奥手な私は彼に話しかけることができないでいた。そんな時、なんとうちに帰ったら彼がいたのだ。もう心臓バクバクだった。だってまともに話したこともない好きな人が家にいたんだよ。顔がにやけてしまわないようにするの大変だったんだから。お母さんには恋愛相談してたもんね。それで協力してくれたんだよね。え？違うけど。え？あれ違うの？ゆうとくんを招いたのは私が仲良くなりたかったからよ。ゆうとくんいい子よね。顔つきもどことなく若い頃の夫と似ているわ。ま、お母さん、娘の好きな人に何言ってるの？好きって言っても付き合ってるわけでもないんでしょ。頑張らないとママが取っちゃうわよ。なんてこと。そんなのダメ、絶対ダメだから。こんな身近にライバルがいたなんて。お母さん色っぽいし、見た目は20代そのものだし、大人の余裕があるし、私が勝てるのかな。で、弱気はダメだ。もう手段は選んでられないよね。頑張らないと。放課後、今日は笹川さんに家へと誘われた。もしかしてまた奈々子さんに言われて？うん、そうそう、お母さん田中くんに会いたいって聞かなくて。そっか、嬉しいけど毎回何かご馳走してもらうのは申し訳ないな。あれ、奈々子さんは？いつもなら飛びつく勢いで出迎えてくれるのだが、何かあったのだろうか。ああ、急用だって連絡来てたの気づかなかった。ごめん、だからそのしばらく二人きりになるね。そうだね。あのさ、笹川さん。彩香だよ、名前で呼んで。笹川じゃお母さんとどっちかわからないでしょ。それにお母さんばっかり名前で呼ばれててずるい。私もゆうとくんって呼ぶからね。おう、彩香ゆうとくん、嬉しい。あら、彩香ちゃんもなかなか隅に置けないわね。なんでお母さんが。予定があるってのは嘘よ。娘の成長が見れてお母さん嬉しい。どういうことですか？いや、それは。彩香ちゃんは私が留守のうちにゆうとくんを連れ込もうとしたみたいよ。なかなかやり手よね。彩香がなんでわざわざそんなこと？それは私がゆうとくんを好きだからに決まってるじゃん。あの高嶺の花の彩香が俺なんかを？そうよ、ずっと話しかけたかったけど機会がなくて。でもこうやって普通に話せるようになったのがすごく嬉しかった。あと、私の好きな人の悪口言わないでよ。ゆうとくんは素敵な人です。おありがとう。ちなみに私もゆうとくんのことが大好きよ。そんなにあっさり。大好きって別にそういう意味じゃ。異性として大好きよ。そういう意味だった。ちょっと、ゆうとくんのことは私が先に好きになったのに。あら、恋に時間は関係ないでしょ。それはそうだけど。じゃあ本人に聞いてみましょうか。ゆうとくんはどっちのことが好き？
どちらも魅力的な女性だと思うよ。二人とも好きではあるし。あらあら、ゆうとくんはハーレムをご所望なの？私はいいわよ。親子としてでもゆうとくんと一緒にいれたらそれで嬉しいから。私はできれば恋人になりたいかな。でもゆうとくんがお母さんとも仲良くしたいって言うなら、それくらい許してあげるというか、私心の広い女の子だし。でも私のこともちゃんと構ってくれなきゃ嫌だからね。こうして彩香と七子さんとの甘々な日々は続いていく。それからも笹川家にはたびたびお邪魔することになるのだが、二人のアプローチがだんだんと過激になっていると感じるのは気のせいだろうか。俺たちの関係はこれからも続くのだった。では契約成立ということでよろしくお願いします。俺の名前は田中優斗。営業マンとして働いているサラリーマンだ。現在新規開拓の真っ最中だった。いや、今だから言うけど、最初は契約する気はさらさらなかったんだ。君と話しているうちにいつの間にかその気にさせられたよ。すごい話術だありがとうございます。会社に戻ってくるとちょうど退社時間だった。あ、お疲れ様。田中くんも今帰り？それなら飲みにでも行こうよ。ごめん、今日は予定があって。そっか、残念。営業成績1位の田中くんの話聞きたかったのに。この子は同期の柊彩香。いつも俺によく話しかけてくれる子だ。あ、もしかして女の子とデートとか？いや、見たい配信があって。ふーん、私よりも配信の方が大事なんだ。申し訳ないごめんごめん、冗談だってば。今日は忙しいみたいだから、また暇な時にでも。おい彩香、そんなやつなんか放っておけよ。龍二さん。こいつの名前は高橋龍二。社長の息子でいつも偉そうにしているやつだ。どうやら俺のことを嫌っているらしい。こうしてよく絡まれているのだった。つうかよ、こんな陰気と飲みに行ってもつまんねえだろ。そんな言い方ないと思います。田中くんはうちで一番の営業成績で、話もとっても面白いんですよ。はっ、こんな陰気がまともに営業なんてできるわけないだろ。何かズルでもして数字持ってんじゃないのか。そんなことありません。みんな田中くんのことは尊敬して。まあ別にいいじゃない。それより俺そろそろ。あ、配信見る予定があったんだよね。引き止めてごめんね。いや、こっちこそありがとう。じゃあまた明日。さてと、邪魔者もいなくなったことだし、二人で飲みに行くか。田中くんが来ないなら私も帰りますね。お疲れ様でした。おい、ちょ待てよ。な、くそ、あんな奴のどこがいいんだ。こうなったら、今に見てろよ。後日、社長から呼び出されるなんて、俺何かしたかな。営業で結果出してるから褒められるんじゃない？それだと嬉しいけど、じゃあちょっと行ってきます。失礼します。って、リュウジ。まあ座りなさい。君のことは聞いているよ。何でも営業の中で成績がトップだとか。はあ、ありがとうございます。しかしだ、それは真っ当な手段を用いてならの話だ。その営業の成績は不正に基づいたものだと言うじゃないか。え？聞いたぞ。リュウジの進めていた案件を横から取ったそうだな。そうだ。俺はそいつに脅されて断りきれなかった。リュウジ、何を言って。事実無根です。俺は正々堂々自分の力で契約を取ってきた。少し調べてもらえばわかるはずです。私の息子が嘘をついていると？リュウジは嘘などつかん。ふざけたことを。君のような悪辣非道な社員、会社のためにならんな。いや、しかし。俺は社長に分かってもらおうと懸命に弁明した。しかし、そんな俺の声に社長は聞く耳を持たず、退職に追い込まれるのだった。そんな、こんなのおかしいよ。退職することを伝えると、彩香は一番に俺を心配してくれていた。私も社長に抗議してみる。田中くんが辞めさせられるなんて、そんなのないよ。構わないさ。俺もこの会社にずっといるつもりもなかったし。そうなの？どの道先はないと思ってた。
それが今回の件ではっきりした。確かに田中君はこんな会社じゃもったいないもんね。いい機会だし、少しのんびりと身の振り方を考えてみるよ。うん、私応援してるから。こうして俺は無職になった。なんだか清々しい気分だ。さて、これからどうするかな。失業保険もあるし、しばらくは余裕がありそうだ。まあせっかく会社を辞めたんだし、ちょっとした夏休みだと思って少しのんびりしようかな。となると、いつものゲーム実況でも見るか。相変わらずセリーンの動画は面白いな。声もいいし話も面白くて。そうだ、今なら俺もゲーム実況できるんじゃないか。退職して時間もあるし、営業で培った話術も使えるかもしれない。前からやってみたいとは思ってたし、せっかくだから始めてみるか。こうして俺は思いつきでゲーム実況を始めることにした。どうも、ゆうぽんです。今日は赤鬼の実況プレイをしていきたいと思います。お、新しい人だ。見てください、ここの曲がり角。長年のゲーマーとしての勘がビンビンに告げてますよ。ここに赤鬼が潜んでるってね。それ、あ、ってあれ出てこないな。うわ、そっちから出てくんのかい。くさ、長年のゲーマーの勘とは。そこの壺、アイテム取れるよ。あ、コメントありがとうございます、助かります。って罠じゃねえか。気持ちいいくらい引っかかって。くさ、配信を始めた俺だったが、最初は数人の視聴者が見てくれるだけだった。それでも俺のプレイに反応がもらえるのはすごく嬉しかった。この人アクションだけじゃなくてトークも面白いな。ゆっくりでいいから毎秒配信してほしい。そんなある日のこと。さて、じゃあ今日も配信するか。で、なんだこれ、登録者数が一気に増えてる。もしかして炎上でもしたのか。コメントも増えてる。何何、セリーンから来ました。セリーンは俺も昔から見ていた大人気配信者だ。どうやら SNS で俺の配信が面白いと紹介してくれたらしい。本当だ、あのセリーンが俺を紹介してくれてる。なんでセリーンが俺の配信を。え、セリーンから DM。 何何、はじめまして、いつも配信見てます、よかったらコラボしませんか。うそ、しかも4人でコラボって、俺以外のメンバーも全員超人気の人たちばっかりじゃないか。俺なんかがここに混ざって大丈夫なのか。しかしこのチャンスを逃すわけにはいかない。俺は震える手で OK の返事をするのだった。そして迎えたコラボ当日。じゃあ今日はよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ちょっとちょっと、緊張しすぎでしょ。いつも通り楽に行こうよ。でもすごいメンバーばっかりですし。ほら、今から敬語も禁止。え、俺たちが気まずくしてたら視聴者のみんなも乗ってこれないだろう。そういうこと。まあうまくフォローするから、じゃあ配信始めちゃうよ。はい、皆さんこんばんは、セリーンです。今日は初めての方とコラボということで自己紹介お願いします。あ、俺ですか。そう、俺です。ちなみにユーポンさん、めちゃくちゃ緊張してるみたいです。まあ俺たち超人気配信者だから、そうなるのも無理ないけどね。うわ、こいつめっちゃ怒ってるな。みんなコメントで叩きまくろう。やめろし。俺はずっと緊張しっぱなしだった。しかしセリーンさんや他のコラボ相手もそんな俺を優しく受け入れてくれた。敬語の抜けない俺をいじったり、かと思えば俺のプレイをちゃんと褒めてくれたり、最後には俺の緊張も解け、楽しくコラボ配信をすることができたのだった。というわけで今日の配信は終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うい、今日は楽しかったね。あ、誘ってくれて本当にありがとう。でもどうして俺に声をかけてくれたんだ。どうしてって、だって言ったら俺は商売敵みたいなもんじゃないか。引き上げて人気になったらセリーンの利益を食うようになるかもしれない。なるほど、確かにね。でもさ、私が見た君の配信すっごく面白かったから、才能のある人はちゃんと評価されるべきだと思ったの。セリーン、だから気にしないでこれからも頑張ってよ。言っとくけど私も負ける気はないからね。ありがとう。ここには
俺の頑張りを認めてくれる人がこんなにもいる。俺はそれが嬉しくて、もっと頑張ろうと決意するのだった。セリーンとのコラボから、俺はさらに配信活動に力を入れるようになっていた。コラボにも慣れ、もともと営業マンだったこともあって、そのトークは面白いと特に評判になっていた。SNS では何度もトレンド入りをし、見てくれる人はもっと増えた。そんなある日、珍しく買い物のために外出した時のことだった。いいマイクを買ったから、今日の配信から早速使ってみよっかな。あれ？田中くん？その声は…あ、やっぱり！久しぶりね。あやか、こんなところで会うなんて珍しいね。うん、私、田中くんが会社を辞めてからすぐに転職したの。それで、ここら辺に引っ越してきたんだ。そうだったんだ。そういえば、リュウジさんの会社、あの後潰れちゃったんだよ。そうなの？田中くんが退職させられた後、私も含めて多くの社員が見限って退職してね、立ち行かなくなっちゃったみたい。知らなかった。みんな田中くんのことを慕ってたから、退職させられたのを見て、もうここにはいられないと思ったんだよ。先がないって言ってた田中くんの見通しは当たってたね。まさかこんなに早く沈むとは思ってなかったけど。そうだ、それより田中くん、今配信者してるんでしょ。え、なんでそれを知ってるの？えへへ、たまたま動画を見つけたの。あ、これ田中くんの声じゃんって、社内でも話題になってたよ。すごいよね、トークも面白いし、この前なんかあのセリーンとコラボしてたでしょ。それも見てたんだ。うん、なんだか遠いところに行っちゃったな。そんなことないよ、俺は何も変わってないから。本当？じゃあ今度またご飯でも行こうよ。うん、全然構わないよ。やった、楽しみにしてるね。そういえばリュウジさんも配信始めたの知ってた？え、リュウジが？うん、田中くんが配信してるのを知って、俺にもできるって思ったみたい。毒舌キャラで行こうとしてたんだけど、ただ暴言を吐いているだけで評判は良くなくて、ちょっと前に大炎上して今は活動休止してるの。そっか、大変なんだな。まあ自業自得だけどね。そんなことより、これからも田中くんの配信楽しみにしてるから。ありがとう、これからも頑張るよ。こうして俺は配信者としての活動を続けていった。見てくれる人も多くなり、セリーンともコラボを重ねていく。しかし、どれだけ人気になっても初心を忘れることはない。俺は見てくれる人を楽しませるために、これからも頑張り続けるのだった。陰キャ高校生の俺、田中優斗は帰宅部で教室でも目立たない存在だ。ある日、隣のクラスの生徒たちが一人の陰キャの生徒を囲んでいた。あ、聞こえねえな。お前に拒否権があると思ってんのか。5分で帰ってこい。遅れたらサンドバッグね。無理だよ、できるわけないって。だからお前にノー言う権利はねえんだよ。早く行け、もうカウントダウン始まってるからな。え、ちょ、待って、勘弁してよ。パシリを命じる男の名は高橋隆二。サッカー部のエースである彼の素行の悪さは校内でも有名で、被害に遭った生徒の話はよく耳にする。なあ、やめてやれよ。まあ言って聞くようなら花からこんなことしなさそうだけど。ああ、なんだてめえ、ふざけた野郎だな。じゃあ腹減った俺たちの気持ちはどうなるんだよ。ああ、仕方ないな。だったら代わりに俺が買ってくるよ。ああ、正気か？何？お前こいつの友達？いや、名前も知らない。じゃあなんだ、ただのお人よしか。どうだろうな。ところで何を買ってくればいいんだ？購買で俺らの飯を買ってこい。購買か、いいな、なかなか距離があって。ああ、意味わかんねえ。3分で買ってこいよ。こっちは今にも倒れそうなほど腹減ってんだ。遅れたら容赦しねえからな。1分だ。あ？3分もいらない。1分で十分だって言ってるんだ。ちゃんと測っておいてくれよ。それじゃあ、よーい、ドン。おい、ちょっと待てよ。なんだ？てめえ、金なくてどうやって昼飯買うんだ？ほら、ちゃんと持ってけ。足りなかったら後で言えよ。釣りは返してもらうからな。マジか、自腹かと思ってた。あ、んなわけねえだろ。自分で食う分は自分で払う、当然だろ。じゃあ自分で買いに行けばいいのに。
うるせえ、ほら行った行った。リュウジから受け取った金を握りしめて走り出し、俺は指定のパンを買って戻るのだった。56秒、こいつマジで1分切りやがった。やるじゃねえか。いいなお前、走りするために生まれてきたんじゃねえの。これからもこき使ってやるよ、よろしくな陰脚。こうして俺はリュウジのパシリとして、昼休みは毎日学食と教室との間を走り回る日々を送ることに。今日の日課じゃなかった、パシリをこなすとクラスメートの柊木さくらが声をかけてきた。ゆうとくん何をしてるの？毎日毎日そんな汗だくで。パシリ。え？パシリだよパシリ。こいつは俺らのために昼飯買いに行ってくれてるんだ。え？何それ、よくないよそういうの。羨ましいのか？特別に貸してやってもいいぞ。柊木も欲しいものあったら言えよ、田中が買ってくるから。ゆうとくん大丈夫？嫌ならちゃんと言わないと。別に平気だよ、ちゃんとお金は出してくれるし。でもこれ結構いい運動になるんだ、走るのは嫌いじゃないし。わかったよ、ゆうとくんがそう言うなら。でも何かあったら言ってね、私ゆうとくんの味方だからね。ありがとう柊木さん、優しい人だな。あ、ゆうとくん今日も走ってる。パシリは良くないと思うけど、本人が納得してるみたいだし。それにしても走るフォーム綺麗だな。で、あれ、いくらなんでも早すぎない？すごい、何者なんだろうなゆうとくん。雰囲気もただものじゃない感じあるし、なんか気になるんだよな。ホームルームの時間、うちのクラスは体育祭の出場種目決めを行っていた。今はリレーのメンバーを決めている最中だった。まあ陰キャの俺には関係ない話だな。はい、アンカーはゆうとくんがいいと思うな。柊木さん何を勝手に。俺どうして。ああ、ゆうとくんには決定権ないから黙っててね。俺の話なのに。いやいや、なんで田中、こいつ帰宅部じゃなかった？せめて運動部がいいよな、周りのクラスもそれで固めてるし。リレーは配点高いし、ちゃんと選んだ方がいいんじゃね。勝負捨てるつもりかよ。絶対大丈夫、私が保証する。もし結果が振るわなかったら、私が責任を取って腹を切ります。で、人一人の命背負って走れと？ゆうとくんならできる。なぜか信頼されてる。まあ柊木がそこまで言うなら田中に任せてみてもいいけどさ。けどリレーはクラスの運命がかかってるんだ。生半可な走りをしたらクラス全員から袋叩きに遭うと思え。よし、よかったねゆうとくん。え、何も良くないけど。それにしても柊木さんはなぜあんなことを。放課後本人を問いただすと。本当はちょっと嬉しかったんでしょ。え？大丈夫大丈夫、何かあっても私が腹切れば済むから。それ大丈夫じゃないね。大丈夫だよ、私はゆうとくんの味方だって言ったでしょ。楽しもうね体育祭。そして体育祭当日を迎えた。現在うちのクラスは4クラス中3位。微妙な位置だ、しかも4クラスとも点数は拮抗している。リレーに勝ったところで逆転できないくらい点差があれば気楽だったのだが、まずいな、このままだと最悪の事態になる。これは燃える展開だねゆうとくん。炎上的な意味で？もちろん気合が入るねって意味で。リレーで1位を取ればちょうどうちのクラスが優勝だ。うんうん、やっぱり実力が均衡してる方が勝負ごとは楽しいね。楽しくね、一番恐れてた展開だよ。大丈夫、ゆうとくんならできる。超スーパーウルトラパシリのゆうとくんなら。どんなにすごい枕言葉つけてもパシリはパシリなんだよな。負けちゃったら一緒に切腹だね。俺も腹切ることになってるし。くぅ、こんなことなら真面目にメンバー選ぶんだった。いや、もうこうなったら田中に託す。頼んだ、せめて2位、せめて3位。絶対こけるなよ、ベタなやついらないからな。いや、さすがにこけはしないけど。そんなやりづらい雰囲気のまま最終種目のリレーへ突入。現在3人目のランナーが走っており、俺たちのクラスはビリ。1位はリュウジがいる隣のクラスだった。おいおい、パシリのお前がなんでアンカーにいんだ。
周りは運動部のエース揃いだぜ。帰宅部のお前なんて話にならねえだろ。お前らのクラス勝負を捨てたのか。こっちが聞きたいよ。お、バトンが来たな。よっしゃ、サッカー部エースの実力見せてやるぜ。ぶっちぎりだ。こりゃ優勝はいただきだな。お前ら全員胴上げの準備しとけや。で、なんだ、観客席の様子がおかしいな。何かざわついてるような。おいバカ、ユージ真面目に走れ。後ろから来てるぞ。は、後ろ、そんなわけで、何？あ、お前なんで、さっきまで一番後ろだったろうが。いつの間にここまで。ありえねえ、さすがに早すぎるだろ。こっちは切腹がかかってるんでね。やべえ、アンカーはトラック2周だ。このままのペースじゃ追いつかれる。サッカー部エースの俺が走りに負けるわけにはいかねえ。田中、優勝まであともうちょっとだ、頑張れ。お前の底力見せてやれ。ゆうとくん、いっけー。ダメだ、こいつどんどん速度が上がって抜かれる。くそー。結果、俺は一着。うちのクラスは見事逆転優勝を成し遂げた。田中、お前一体何者なんだ。それは驚いたか、チンピラくん。ゆうとくんはね、伝説の陸上選手だよ。ひらぎさん。はあ、伝説の陸上選手、なんだそれ。なんでそれを知って。走りをするゆうとくん早すぎたんだもん。さすがに気になって調べたよね。そしたらなんと、中学時代全国優勝の経験がある陸上選手だというじゃないですか。驚いたよね。まあなんで高校ではしてないのかはわからないけど。怪我をしたんだ。もう医者には大丈夫って言われてるんだけど、どうしても怖かった。もう今までと同じようには走れないんじゃないかってさ。はっ、くだらねえな。これだからクソ陰キャは怪我にビビるとか情けなさすぎるだろ。そんな言い方ないじゃないの。おい、やれよ陸上。え、密かに練習してたんだろ。じゃなきゃあれだけ走れるわけがね。それは楽しかったんじゃねえのか。走ってるお前の表情を笑ってたぜ。初めて見たわ、あんな顔。もう一回やれよ、ゆうと。そうだね、結構楽しかった。また一から始めてみようかな。こうして俺は再び陸上を始めることにした。リュウジから走りを命じられることもなくなり、リレーでの活躍からクラスのみんなからも一目置かれるようになった。で、なんで柊木さんはここにいるのかな。それは陸上部のマネージャーになったからです。はい、タオルどうぞ。え、なんで。なんでって、それを私の口から言わせるの、意地悪だな。ゆうとくんの走る姿を見ていたいからに決まってるじゃん。すごく勇気がもらえるんだ。そっか、それは照れるね。それにこれからは私が見ててあげるから、怪我なんて絶対させないよ。思いっきり走れ、伝説の陸上部。そんな柊木さんの笑顔を見て俺は確信したのだった。もう大丈夫だ、俺はもう一度トラックを全力でかけることができるのだと。